ノロッコ号は、北海道旅客鉄道が運行する、トロッコ列車の総称。オープン構造の客車を、ディーゼル機関車が牽引する、トロッコ列車で、自然風景が美しい串路湿原や、フラノラベンダー園といった地域で運行されている。名称は、ゆっくり進む、洋のオノマトペ、ノロノロと、トロッコに由来する。 観光列車として運行開始以来好評を博している一方、車両の老朽化により一部の列車が運行終了となっている。2021年現在、いずれの列車でもディーゼル機関車と510系客車を並結した編成が使用されている。510系の奥果て510型には運転台が設置されており、機関車が先頭にならない航路でも、 遠隔操作で運転が可能になっている。釧路湿原の6個号で使用される緑色編成4両編成で、オハ510は自由席の窓付き車両、それ以外は指定席のオープン車両となっている。かつては5両編成だったが、工術の那覇2万9000系配車に伴う第二編成増強のために1両減らされた。牽引機関車はデジュー系ディーゼル機関車で、 専用塗装の1 6 6 5号機、または1661号機が使用される。で15型が用いられた時期もあった。フラの、美鋭の6個号で使用される、茶色編成4両編成で、全車オープン構造。オハテフ510-51は、自由席。それ以外は、指定席となっている。牽引機関車は、で15系ディーゼル機関車で、 専用塗装の1533号機、1534号機、1535号機が使用される。初代の6個号編成な覇29000型を連結したフラの美鋭の6個号。ありがとうございます。